こんにちは。今から部室に行くのですか？ええ、これからますます忙しくなりますわ。あなたにもお世話をかけることになるでしょうが。あなたこそ、細やかな気遣いはさすがですわ。あなたがいれば、今日の作業もスムーズに進むでしょう。では早速、手を貸してください。今日の作業を迅速に完了させるには、あなたの力も必要ですわ。曲を完成させます。今日中に歌詞に合うメロディーを決め、できれば練習を開始するところまで行きたいのです。心配には及びません。歌詞はすでにできています。お手伝い、よろしくお願いしますね。曲を完成させる？今日中に、つら？はい。歌詞？どういうこと？知らない。今初めて聞いたずら。今日全員集まってから考えるのかと思ってて。やはり歌詞を考えるのは難しいですわね。一晩かかりましたわ。でもアゼリアにふさわしい歌が作れたと思います。こちらのノートに書いてありますので確認してください。これをたった一晩で？いや、それよりダイヤさん、また徹夜したってことずら？昨日もほとんど寝てないんでしょ？問題ありません。今までだってライブの準備で睡眠時間を削ったことはありましたから。さあ、音楽室に移動しましょう。こうしている間にも本番は迫っているのです。待ってよ、なんでそんなに急ぐわけ？明日、明後日が本番ってわけじゃないんだよ。もう少し余裕持って進めてもいいじゃん。歌詞を考えるのも、出演イベント探すのも、なんで一人でやっちゃうの？迅速に行動することの何が悪いのですか？ただでさえ準備が遅れているのです。のんびりしていたら間に合うものも間に合いませんわ。二人とも落ち着くずら。私はやるべきことをやっただけです。それにイベントのことは相談したではありませんか。カナンさんも満足してくださったでしょ？じゃあその歌詞は？アゼリアの曲なのに私たちに何も相談してないよね。ダイヤが一人で勝手に考えたやつでしょ？それは…何でもかんでも一人で決めて、そんなにさっさと進めたいなら内部も全部一人でやればいいじゃない。私はただ